こんにちは、サウチャンネルのお時間です。またお知らせです。4月24日僕の地元である島根県松田市であるクラッチ新居のイベントの詳細を発表していきたいと思います。わかる。朝当日ね、24日の朝何時だったっけ、9時半にあの壁のマック集合出発です。壁のマックね。壁のマック、うん、壁のマック、壁のマックってのはかっこいいね。壁マック、壁マック集合出発で、まあ浩二くんですね、このバイクが多分止まってるはずなんで、浩二くんが先頭を走ってくれます。あとリトルもおる。あ、リトルも来るか、うん、走ってくれて、みんなでちょっと、まあ、2時間ぐらいで下道でずっと行きます。もう191に入って191をもうずっと行って、俺の生まれたところ、島根県松田市水戸町を通過して万葉公園ね、松田の町に行きます。もうずっと191を下るんで、山っすよね。山ガソリンとかあるっすか途中。戸河内インターがあるよね、多分ちょうど半分ぐらいのところに。でもさ、前閉まっとったじゃん。そこじゃないっけ。そこじゃない、あそこは開いてるっけ基本の、あのセルフのところがあるっけ、そこで給油します。で、松田まで行けば、その松田の町まで行ったら給油できるけどね、まあだいたい60キロぐらいかな、もうちょっとないから、50キロ60キロぐらいかな。マジ心配だわそれ俺で。で行きます。でまあ、朝9時半に集合して、壁マック集合して向こう行って、まあもう僕はその現地に朝からいるんで。何やったんすか。あのグッズ販売したり、あのダンスブース作るんすか。ああ、多分あると思う。なんかテント1個用意しとけって言ったりだけどね。テントで収まる。あのでかいテントあるじゃん、あれ1個用意しといてですね。そんな感じですかね。グッズは、ちなみにグッズは T シャツとキーホルダーを持ってきます。買ってくださいと。はい、現金払いだけですね。カードはないね、用意してないね。じゃあ現金払いと、うん、でそんな感じですかね。帰りとかはどうなるんですか。帰りはですね、あんまり遅くなっても多分寒くなるけん、まあ残りたい人は俺と一緒に帰ってもいい、最後イベント終わって帰ってもいいし、うん、早く帰りたい人はもう浩二君とリトルさんと一緒に、まあ3時とか4時ぐらいじゃないかな出ても、うん、でも2時間かかるけんね帰ってくる、まあね、5時ぐらいに多分なると思う、うん、っていう感じで日程を組んでいこうと思いますので、僕らはもう金曜日から参加しますよね、うん、まあ金曜日から手伝いたいって人は来てください。ああ、いいね、うん、金土部泊まるんで向こうに、うん、金土泊まってって感じでね、まあ、いろいろ金土かな、その家庭もね、うん、ライブ配信していこうかなと思ってるんで、うんうん、でもう一つのシンクのチャンネルの方でもライブ配信とか多分動画出すんで、いっぱいいっぱい、うん、よろしくお願いします。まあ多分じゃないわ、間違いなく楽しくなるんで。まあね、だってね楽しいやろ。楽しいよ、だってそのなんかね、俺も結構ワクワクしてる、あのイベントをなんか手伝える感じ。ああ確かに、うん、ないけさ、非日常っすよね、うん、もし手伝える方がいれば、まあ金曜日でも土曜日でも1日だけでも来てくれたら、昼ご飯ぐらいは僕出すんで。やばいやろそれ、100人来たら100人来たら1人500円ずつ回収して、あたかも俺が出した風にする。まあね、間違いなく準備から楽しいと思うんでね、うん、学園祭って感じだね。まあそういう気持ちで、うん、まあその多分すごい大変な、うん、そういう準備はそのちゃんとやる人がおるけん、うん、本当自分らは多分できることだけなんで、うん、ほんまに気軽に準備とかも来てもらって大丈夫なんで、はい、ぜひぜひたくさんの応援ご支援よろしくお願いします。間違いなく楽しくなります。俺らのさ、チャンネルのこのでっかいポップはね、一番でかいけ俺らが。マジあのインスタ映えスト
スポットになるじゃない。ああね、うん、いいじゃん、うん、協賛金がもう桁外れに違うわけね、うち言っちゃうんだ言っちゃうんだいや俺はそれぐらいやっぱ成功してほしいと思ってるけどさ、まあね、関わる以上ね、うん、っていう気持ちです。なんで力貸してください。お願いします、うん、お金はとかないんで当日。ああそうそう、ないね、ないない。会場費は無料だし、手伝うのも無料で昼ご飯付きだけ。手伝うの無料ってやばいやん、それ言わんでいいやん手伝うの無料で昼ご飯付きだけこの人のおごりです。うん、絶対収益から出すマジで。たくさんたくさん来てほしいけど、でなるなら弁当持ってきてほしいそこに来る人はみんな大人やけど大丈夫やろそれ目当てだけで来て帰らんやろさすがにそんな感じですね。じゃあ、まあ、その4月24日もよろしくお願いします。久々のツーリングなんで。ああそうね、ツーリングも参加してほしいね、しっかり、うん、お願いします。